こんにちは、ショーチャンネルの福ママです。このチャンネルでは自閉症の息子の幼児期から成人までの療育実践記録を発信していきます。今回は今週から再開した調理実習の動画です。調理実習動画1作目なのでちょっと長いです。今日はこのお料理を作ります。エプロンかっこいいじゃん、うん、お似合いですね、うん、ちょうどよかった、うん、今日これ作る。ちょっと座って読んでみようか、この緑の番号がついてるのがこっちで、うん、で赤い番号がついてるのがこっち、うん、うん、もう順番というか一緒のレシピになってる、うん、でこっちの材料がこれ、これね、うん、でこっちの材料がこれ、これ一緒に入っとんよ、うん、出してみる、うん、絶対いいかな、サニーレタスはこれかな。これサニーレタスですか。ああ、これかな、うん、これなんですか。はい、そしたら今度こっち、こっち置こうか、うん、サニーかまぼこと白菜、玉ねぎ、人参、うん、はい、あとね、ここにがコンソメとか塩とか醤油、胡椒は、お家にあるやつ使います。うん、小麦粉冷蔵庫にある、うん、冷蔵庫のこれ、コンソメが1個と3分の2、もう2個使おうか、うん、コンソメあそこにあるんよ、これかな、うん、あった、あった、ある？あ、1個しかない。1個しかない。じゃあ、はい。うん。はい。よし。先にご飯炊いとこうか。うん。うん。で、お米洗うボウルはその上、ここ、これかな、うん、それそれで、今日は3合炊きます。うん、うん、1あのね、これね、ゆすらずにいっぱいすくってシャッとする、うん、ほんで3杯入れてください。うん、
で一回お水入れたら、お水捨ててください。うん。すぐ捨てて。で、優しく混ぜてから。これかな。うん、それ常温にしてね。嬉しいかな。で、ね、うん、まあ浸したままでもいいけど。で、蓋するときにね、これまっすぐこう置いてね。で、これ、これが前。うん。うん、で、そこ待って。うん。コンセントさして。うん。したらスイッチここ、まずこれを押して、したら炊飯を押して、3号だからこれ下を押して3になるまでで OK で、時間がここ、タイマーここ押して、もう1回押して6時15分ね。でスタート、うん、OK。 よし、よし、はい。そしたらこのレシピ見ながらしようか。ああ、レシピここに、ここにしとくね。うん。あ、なんか、あ、滑る。止まった。はい。よし、じゃあ一番からいこう。甘味かまぼこをほぐすかな。うん、どれに入れようかな。これに入れようか。よし、まな板ここへ出す。よいしょ。あ、これサラダじゃなくて煮るんだ。お鍋に入れた方が良かったね。うん。お鍋に入れようか。だね。うん。鍋下になる。どのぐらいなる？大きい鍋にした方がいいかも。これかな、うん。あっちの方がいいと思う。なんかね、量が多いんだよね。うん。これかな。うん。たまたまだからサラダかと思った。あ、そうだ。常温にしようか。まだまだ。お水は後でしょ。
これカニかまぼこをここに入れてしまって、うん、それも一緒に煮るみたいよ。うん、うん、そうだ、これはいらない、あとである。ちょっとこれお肉がさ、まだカチカチやから先解凍しとこうか。うん、冷凍入れて、で、お急ぎ解凍15番ない、ここ押してみて、15になるまで。人参は一応切りかな。剥かなくていいかな。剥かなくてもいいと思う。一応切りはね、大きいやつはこうやってきて、で、もう一個半分に切って。イチョウの葉っぱみたいやからイチョウ切りって言って。白菜はざく切りかな。もう一つこれもあるよ。串のたぎり。玉ねぎ。
洗ってね。はい。まな板も洗ってね。うん。やっぱネギの茎が強い。お肉、解凍できたらちょっと見てみて。硬い、まだ。まだ硬い。じゃあもう一回やって。オートメニューの15。くし切りだっけ。くし切りばっかで。くし切りはね、反対目が切りやすいかもしれない。もういい、そのまま。うん、いいよ、大きくて。うん。嬉しい。いい感じ。うん。時は違う方向いてして、はい、入っちゃうじゃん、うん、次は白菜、それさっきお米洗ったボウルで洗って、分かった、うん、多いよね、お鍋入るかな、白菜入れたらこのお鍋と入らんね、うん、もう一つ大きい鍋出そうか、よし、よいしょ、こっちの鍋にしようか、どうだね、うん、じゃないと入らないと思う、うん、ちょっと映すね、うん、
こうやるんだっけ。ざく切りだからもうこのぐらいの幅に切っていったらいい。よし、それでいいよ。よし、この大きいやつは縦半分に切るね。ちっちゃいの先切ってしまったらいい。たくさんあるな。その鍋でもいっぱいになっちゃった。どうしよう。まあ多分煮えたらね、ちっちゃくなるから。それ出したい。多分もう大丈夫です。よいしょ、こっちの時もここよ。鍋に水にコンソメコンソメ入れるんだっけ。コンソメの量はここか、5人分だから、これが3人分でこれが2人分ね。だからこれ足すこれなんだけど、1個と3分の2個ってもうめんどくさいから2個入れちゃえ。で、お水は、飲むでしょう。3人足す2人だから 500ml。 はい、それ1杯が500だ。常温で、常温で。カニかまぼこを入れて、1位はこれ全部のことね。これを入れてあげろ。で中火で、これは、これは蓋をして、中火かな。中火で蓋利用で4、5分。2人用で4、5分ね。難しいところだな。5人用だったら、とりあえず5分ぐらい、5、6分経ってみる。こっちのコンロだとタイマーついてるよ。これかな、こっちで。こっちかな。こっちでしないとタイマー使えないよ。こっちかな。違うって。これかな。そう、そっちじゃなくて、そうそっちだったらタイマーが使える。よし、
それで煮え具合見てみよう。うん、次は。で、サニーレタスをちぎるかな。洗っとかない？ああ、お野菜のクションごと。よし。この方だけ。うん。この方が洗いやすいと思うよ。うん。ちぎって、ちぎるだけ。うん、バリバリちぎって、ここはちょっと溶けたら、ちぎって、ちぎってこうやってちぎって、小さすぎた。うん、こんだけ食べやすいよ。もう、あまり大きいと食べにくい。うん。早っ。もう帰り。帰り。料理しようよ。私もしたいと思った。危ない危ない。ポリ袋に入れて、ポリ袋ここ、手やろうレディーズコアラ、これかな。コアラ はい、タブレット持ってきてみて。早く、タブレット持ってきて。今じゃ。やばいよ。
三個分とか衝突して。はい。食べる。もうちょっとか。これかな。うん、あのね、胡椒するとね、ひまちゃんが食べれるから、うん、お塩だけ。お塩。お塩。お塩。少々。少々って難しい。ちょこっとつまんで、うん、まあまあまあ、まあ、ここでもいいわ。え、それだけでいいわ。いいし。うん、紹介して紹介して。塩。こちょっとね、ぐるぐるぐるっと揉み込んで。さっきさなんかあった。紙が入ってる。それはいらないですね。うん。間違えて。あ。で、うん、橋あるかな、橋前にある。今、約束やろ、静かにする。私、あの橋どこかなって言って教えてあげた。これでいいかな、うん、もう静かにしとって。もうちょっと、まだ5分ぐらいした方がいい。見えてない、全然見えちゃう。よし、まだある。え、まだ入っとった。うん、よし。小麦粉を加えて、うん、小麦粉はどれだけ入れるんですか。大さじ3人、3人用と2人だと大さじ2杯かな。2杯でいいか。うん、そこにある。これかな。うん、足までいけない。よし。よし。まだ使うから置いとき。うん。いやいやいや。小麦粉はもう終わったけど。ケルスもまだ使うかもしれない。で、溶き卵を置く。全体回して。取るんだって。うん。溶き卵とチーズを入れるんだって。卵とかないと。うん。でもボウルに入れないと。ボウルじゃなくて、あの計量カップでいい。うん、これかな。それでいいよ。卵は何個ですか。三人分と、五人分だから、
うん、3つでいっかん。これが1個半でしょ。1個2分の1ということは、2個と2分の1。そうです。2分の1残すの難しいけど、ちょこっと残したらいいわ。あとでなんかほら、見てみて。ちょっと余った卵液を肉の上にかけて焼くって書いてあるけど、ちょっとだけ残したらいいわ。混ぜてみたらどう？煮えきそう？うん、煮えそう。なんか臭い上の方が煮えてない感じがするね。大丈夫かな。煮えたみたい。煮えたかな。もうちょっとに火入れてみる。うん。よし。5分かな。5分は多いんじゃない。3分。2分でいいと思う。あ、2分ね。うん。少しいいかな。うん、少し残してね。もうちょっと入れてるよ、もっと入れてるよ。しいかな。そうだね、そんなもんかな。もうちょっと入れてもいいかな。もうちょっと。うん、微妙。はい、もういいかな。よし。入れ物がありますよ。うん。チーズ。もうチーズは全部入れちゃえ。うん。大丈夫？よし。
にまぶし加えて揉んで、今度は消えたよ、止めないと。よし。そしたら焼くのね、まだちょっと早いから、うん、片付けよう。うん。あのね、これ味付け忘れてるんだけど。うん。ほら。火が通ったら、で調理する。調味する。調味する。何でしたっけ？醤油と胡椒。胡椒はね、入れなくていい。うん。胡椒がいかがですか？醤油は。塩。塩は。3人分と2人分足して5人分だから、小さじ4分の1、今日これで。うん、これかな。それ4分の3じゃないですか。4分の1入れるんだよ。よし。ちょっと多めだよ。醤油は少々。ちょっとね、ドボッと入るけど、小さじで入れたらいいよ。小さじでちょびっと。あと、そんなにいっぱい、それ小さじ1。うん。小さじ1は多いんです。美味しいかな。どうするんですか？混ぜて。捨てちゃダメだよ。もったいない。うん。入れちゃった。まあ、やばい。ちょっと味見してみよう。ちょっと火入れた方がいいよ。火入れて混ぜて。うん。まあ、薄味だからね。うん、お玉あるかな？お玉。味見したのがここ。おいしい。いいかな。そんなに経つの？少しでいいよ。大丈夫？大丈夫かな。お任せします。いやもうそれで火切っとってください。冷めるから蓋しとこう。豚のこっち。フライパンに。フライパンこっちに。大きいフライパンにして。これじゃない。それ。フライパンにバターを、3人分は3分の2で、5人分だから。もうね、
あとはそれ大さじとかに量りにくいから適当に入れるから。どのぐらいとかで切っていいか。危ない。危ない。やめてよ。はい。ネジで言ったらこれで拭いてよ。よし。大丈夫。フライパン熱して、これかな。これ並べるんだっけ、パサッと入れて並べたな。いい、おいしい。よしいかな。ちゃんと読んでね。余った卵液を肉の上にかけて焼いて、よし。で、焼き色がついたら返して。まだ早いかな。早い早い。あんまり触ってると焼き色少ないよ。全部もうひっくり返した。じゃあ次どうするんですか。火が通るまで蓋をして、蓋こっち、それそれ、火強すぎないですか。もうちょっと、サニーレタスと共に持ってお皿出して、じゃあ持っとく。持っとく。開けます。開けれないかな。こっちも開いてもいいよ。本当だ、こりゃね野菜多いよね、ヨシケの。よし、いいかな。焦げてない、ちゃんと見ときよ。あれ、大丈夫かな。
もうちょっとかな、うん、焼けなかったら買ってね。うん、大丈夫だ。ねえ、ママ、今私どうしよう。ん？足こわしよう。そんな足から痛くなるんじゃないですか。ぶつけた。もう大丈夫みたいですか。うん、大丈夫。うん、じゃあ持っていこう。よいしょ。ママちゃんは2つぐらいでいいです。これでいいかな。うん、お父さんもね、3つぐらいでいいです。トングの方がやりやすいかな。うん、はい、どうぞ。かっこよく盛り付けてね。はい、美味しそうに。お父さん、さん来ました。おー、サンキュー。ありがとうね。どういたしまして。お疲れさんでした。うん、お疲れさんでした。どうも。はい。美味しかったです。どうも。量がたくさんあるけん大変やったね。うん、まあ慣れたらもっと早くできるようになるよ。